皆さんこんにちは、ビーレジェンド染田です。本日はムキムキ甘栗風味ですね、この秋のね期間限定商品として販売される限定商品になるんですけれども、今年もこの季節がやってきましたんで、本日はこちらムキムキ甘栗風味のレビューをやっていきたいと思います。栗に関してはそんなに言うほどわからないですね。パウダーの感じはねこのような感じでいつもと変わらない感じですね、水 200ml ぐらいですね。こちらのね付属している黒スプーン、大体水切り1杯を入れていきたいと思います。綺麗にしっかり溶けていますね。ダマも泡立ちもほとんど見られません。栗のすごくいい匂いがしますね。あのモンブランとかこう食べるとき、栗のねあの匂いの感じわかりますかね。ものすごくいい栗の匂いです。それではムキムキ甘栗風味いただきます。うまい！柿谷さん初心に帰りました。もう間違いないですね。で、まあ、この動画をね、こう、初めて見る人もいるかと思うんですけど、この甘栗風味ってどんな系統のフレーバーかって言われると、ビーレジェンドの商品、スッキリ系とスイート系ではっきり分かれるんですけど、ムキムキ甘栗風味は、スイート系寄りのフレーバーに仕上がっております。栗のね、風味がね、ものすごくね、上手にこう再現されていますんで、例えばあの、モンブランがね、好きなお客様とかはもう間違いなく気に入っていただけるフレーバーになると思います。まあ、例えばこれで飲むのもね、十分美味しいですし、牛乳で飲むっていうのももう間違いない飲み方なんですけど、例えばね、激うまチョコとか、ミルキーココア風味ですね。まあ、そういったものとね、こう、1対1の比率で割ったりすると、ショコラモンブランみたいな形でこう楽しめるっていうようなお声もあったり、このね、栗でね、いろんなお菓子作ったりもできるんで、こういろんなね、使い方ができるフレーバーになると思いますんで、ぜひね、この機会にお試しいただければと思います。ムキムキ甘栗風味の栄養成分表示なんですけれども、ビーレジェンドプロテインダブル PC ラインとほぼ変わらないスペックになります。エネルギーが 118.7kcal、タンパク質が 20.8g、脂質が 1.1g、炭水化物が 5.4g、食塩相当量が 0.2g、ビタミン C が 42.5mg、ビタミン B6 が 1.2mg となります。で、気になるこちらの発売日なんですけれども、11月11日、お昼12時からとなります。秋限定っていう形で、2000袋限定ですね。気になる価格が3200円となります。で、数量はね、2000袋となりますんで、商品お気に入り登録していただいて、販売と同時にお買い求めいただければ手に入れられるかと思いますんでね、お気に入り登録して商品の販売をお待ちください。商品は、こちら、下記のね、概要欄に URL 貼り付けておきますんで、そちらからお買い求めください。食欲のね秋ということで、秋限定ムキムキ甘栗風味でモンブランのようにねスイーツ感覚でお楽しみいただければと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。